T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。今回は新エリアに向かう。と見せかけてマラソンしようかなーなんて考えてます。おっと。いやまあこの時点ではそこまで考えてはないのですが、とりあえず何しようかなと考えた時に、マップを見てまだ行けそうなところが残っているじゃないかと、ある程度確認してきましたけど、海峡の下の方、あれは沈没船があった場所です。そこが残ってましたよね。前言ってたよね。はい、後で行くことになると。それが今回です。他の場所は壁に入らないといけないとか、そもそもどこに部屋があるのかわからないとか、そんな感じですからね。じゃあ、と気になるのはここだけなんだね。今のところは。そういえばキラーフィッシュの肉が必要でしたね。せっかくだからこれも同時に狙おうかな。とここでマラソンを考えたのです。なるほどね。ここに3匹いますから悪くないですよね。まあちょっと離れているから最初の2匹がいいか。それを繰り返すのはありだね。海中の敵はほぼ残弱点なんだよな。それでも倒せるからいいかと思ってたけど、やはり今作は弱点に合わせないとろくなダメージが出ません。そうだよね。お、絹糸。そうか、ここのレアから出たんだっけ。で、この左です。思いっきり穴が開いているんですよねー。なぜスルーしてしまったんだ。あの時もマラソンしたりしてたからだね。おお、隠し宝箱なんてあるんだ。しかも水色なんだね。おお、確かに食材が2本不自然に並んでましたね。その間でしゃがめっていうヒントだったのか。こんな怪しい場所に何もないのもおかしいしね。そうか、隠し宝箱があるとなると、今までもいくつか見逃していそうですよね。そうね。こういうのもいずれ見つけやすくなる装備とかあるかもしれないし、全部見つけるつもりでやったらいくら時間があっても足りないので、まあほどほどに探そうと思ってます。足りたみたいね。ようやく渡せる。お待たせー。もちろんです。いやだからそれ、時を止めてるでしょ。そのレベルだよね。この子の優しいところはまず言っちゃくくれるところです。他の皆さんは自分で買えっていうタイプですから。そうね。いっぱい買うからね。いや、何っておかしいから。知らないんだね。かわいすぎるでしょ。いや、また一瞬で作れると思いますよ。腕は確かだよね。絶対自信持っていいと思う。確か一個だけ持ってたかな。あ、二個か。これもレア宝箱からだっけ？多分ね、まあいずれ集まるでしょう。運が下がるけど優秀なドレスです。ありがとねー。猫ちゃん。たまに可愛がってます。いらっしゃい。いや。何か買っていくかい？いいですねー。今のところ運だけを考えちゃってますけど、それを捨てるならこの辺は優秀だ。後ろが膨らんだドレスってあるよね。貴族のお嬢様が着ているイメージです。
さあ、じゃあせっかくだしマラソンしようかな。釜でも一発で倒せないのはやや面倒だけど。ついでにここのレア宝箱も狙おうかなと。いいね。ダメか。ちょうど真ん中に入るように後で取りましたけど、やっぱりダメでした。多分別のクエストなんだろうね。そうですね、場所だけは覚えたからいいでしょう。考えてみればこのダンジョンからでない限り宝箱は復活しないので、まずは魚の肉だけを狙ってみることにしました。星5だけど時間かかりそうですね。あ、はい、だいぶ長いことやったようでそうでもなかったかな。途中で雷と併用すると割と楽だと気づきました。出た？おお。ふう、疲れた。ただこれってクエストで渡すとなくなるのかな。そこが気がかりです。多分なくなるよね。だってエイトがそうだったし。あ、そうか。回復にも使えそうだからな。やっぱり美味しいんだ。どんなもんでも調理してみせるぜ。知らないんじゃない。適当ねー。美味しいのなら塩を振って焼くだけでいいからね。お願いしますよ。不安ね。よよよ。味見だけはして。マジで変わった料理人だよね。おい、毒味が必要だぞ。味見じゃなくて毒味。逆に毒味をさせるんじゃないよ。もう、そんなプライド。料理は心、なんつってな。心が本当にあるのかい。どんなもんでも調理してみせるぜ。あ、気づいたんだ。うん、こだわろう。面白い人？ついに化けるか。はい。もっといい食材を持ってこいと。なんなんですか。毎度。輝きよ。まあいいや、あなたはそれでいいと思います。ただモニカとか他の子には食べさせないでね。それは多分大丈夫だと思う。そうか、誰も来てないらしいしね。さて、もう一つ魚の肉が出てくれればいいなと思って。ここに来たらまさかの防具が出てきてびっくり。どうやらレア宝箱からはアイテム以外も出るんですね。装備が出るとなると話が変わってくるね。普段のアイテムを見てもわかる通り、マップによって出てくるものは決まっているようですけど、装備品の場合もあるようです。それだけ低確率だと思いますが、こうなると他に何があるのか気になりますね。魚の肉を狙いつつ何度かやってみることにしました。指輪も。そうなんですよ。これ、お気づきかと思いますが毎回外に出てるんです。そしてここまで来るのですが、必ず緑のレア宝箱が出ているとは限らず、というかないことの方が多いので、かなり無駄なことを何度も何度もやっている気がしてしまうのです。でもこうやってたまにすごいものが出るから他も気になっちゃうんですよね。まだあるのね。他のエリアにもあったかと思うと気が遠くなるぞ。さすがに攻略中にやるのは最後になるかも。そうねー。やはり金運アップの指輪でしたか。創月にもあったもんね。はっ。
多分ですけど出てくる金額が大きくなるんじゃないかな。なるほど。普段は1から50までのお金が出てきます。 100？ はい、この時点でもう証明されましたね。ただ100固定ではないので、つまり一つ上の金額が出てくるということでしょう。いいねそれ。具体的には10から100までが出ると。つまりこれは本来なら50だったというわけね。多分そうです。で、さすがにこんな素晴らしい効果があるんだったら、苦労してでももう一つ取りたいなと。ラッキークローバーを見てわかる通り効果は重複するので、お金が増える効果もさらに上がると思うんです。そうかも。なので毎回面倒ですが外に出てまた入ってを繰り返し、ここにレアがなかったらまた出てと繰り返してようやく出てくれました。おお、なんと37分ほどやってましたね。さっきのマラソンを考えるとかなりだね。長かったです。その間に3回かな、この辺のよく出るアイテムを売りに行ってます。9個になるとそれ以上増えなくてもったいないので。そうか。これで効果が重複しないとわかったら泣けるけど、まあさすがに大丈夫だよね。どうだろう。あ、すぐそこにあったな。頼むぞ。100より上の金額が出れば成功です。全部50。こういう時に限って、おお、敵から500。どうやら大成功のようですね。一つ上がっても100が限界でしたから。やったー。食材から500が出るようになったのね。素晴らしい。ゴールドリング2個つけて何度も繰り返せば、こんなものもすぐに買えちゃいますね。買ってる。なーに、すぐに取り戻せますから。いやー、人生バラ色だな。羨ましい。現実でもこんな指輪があればいいのにね。と、海峡の右上に一つ部屋を見逃してましたね。ほんとだ。それだけ確認したら、いよいよ新エリアに向かいましょうか。いいね。おお。うん、満足。それじゃソムヌス岩礁、行ってみよう。後ろの山脈が美しいですが、また海峡みたいなエリアでしょうか。あれ？まあまんか。半魚人より強いね。うお？びっくりした。巨大人手。巨大ブエルを思い出しちゃったよ。とあるゲームの。いたねー。そうか、デカラビアだったか。ちょ、行っちゃった。一度は倒しておかないと弱点すらわからないしな。面倒でもここでやっておこう。それがいいね。何も持ってなかったらあとはスルーしてもいいですしね。オッケー。なんと武器が効きにくかったのか。属性に弱いのね。そしてアイテムもグリフもなしと。マーマンは1個アイテムを持ってるんだ。大したものじゃないかもだけど、まあどこかで出てくれればいいかな。くっそー、毒か。毒はやばい。ダメージはもうそこまで怖くないですけど、攻撃力激減が痛いです。不利になるしね。あまり相手したくないなー。でも撃ってくるか。おい、竜宮の使いとかそういう系だね。まさに。特に何も持ってないですね。お、入り口近くにはアクか。ということは広いエリアかも。なるほどね。
覚悟して向かいましょう。雷魔法もいいじゃない。貫通するから意外に強いですね。海中では弱点とする敵が多いからいいですね。無線。月下の影響で黒い袋というイメージがあるな。白河川だっけ。はい。また出た？触れたくないね。毒だけは、故障だから。なぜそんなセリフ？あれ、短いね。頭と体で HP があるのかも。なるほど、そういうタイプか。頭を破壊すれば倒せるのでしょうね。おお、人魚。あらら、先にセーブを見つけたいな。まあわかる。ぐ、まあ一人ならいいか。名前がローレライとはまさに。ローレライ伝説ってあったね。この子を見たからか。セントエルモ。セントエルモの火というのがあって、悪天候時に船のマスト先端が光るように見える現象だと。その名前なんだね。てっきりゴマの道に出てきそうな名前と思っちゃったよ。ゴマの道？はい、セサミの道ですね。あ、そういうことか。ここからもう戻っても大丈夫と。まあそれでも入り口は少し遠いけど、一旦は安心です。っていうかさっきから怖いのってこの敵。輝きよ。怖いね。セーブがない。またボスまで直行してたの。なぜそうなるの。なんでだろう。まあいいや、じゃあちょうどいいし今回はこのボスを倒して終わりますか。倒せればね。私に溺れなさい。溺れちゃう。まったく。ルサールカというのも水の精霊、いや亡霊の名前ですね。人魚っぽい敵が多いね。うお、上にいても食らうのか。ああ、壊しちゃうんだ。おい、敵じゃなくてこちらの攻撃で壊れるんだね。だけど絶対残した方がいいやつでしょこれ。わざわざ出してくるってことはそういうことだよね。なるべく壊さないようにしよう。これだ。なるほど。あれ来る。もう完全に超魔界村だけど。メールストローム、かっこいいですねこの3つかな。ああ、ちょうど壊してる。そんな、ダメージが大きすぎて回復が追いつきませんね。目の前でめっちゃ肉を食べるね。うまうま。なるほどね、機械と突き刺しが怖くて少し離れても水しぶきが来るし、
どこにいてもネイルストローム合戦と。距離感が難しいボスですね。とにかく足場は壊したくないね。ただ壊すと次を出してくれる気もするので、あえて隙を作るためにわざと壊すのもありなのかな。なるほどね。くう、最初はうまく戦えてたのにな。そうだ、せっかくなんだから召喚しようか。私がコウモリになるのは、ちょっと難しいか。土台を壊しちゃいそうだね。スパイダーでどうでしょう。これでも壊したらすぐ引っ込めますけど。落ちてくる時だけ壊すね。ダメージが小さすぎるから残念だけど、ずっと攻撃してくれてるのは助かります。欲を言えばもう少しダメージがあると嬉しいね。どうやらグリフを何回も吸えばレベルが上がるらしいです。それでどこまで強くなるのかわかりませんが、面目ねえ。この柱ってよく見たらモアイじゃないの。ほんとだ。そこまで見てる余裕がなかったな。さて、じゃあ実際はまだ続けてますけど、今回のところはここまでにしておきますね。続きは次回のお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。